にちは、カジマックです。夏休み楽しんでますか？僕は仕事です。ですよね。僕みたいにまだまだ仕事の方も多いかと思います。でももう一踏ん張りでお盆休み、海、山、川、大自然と触れ合う絶好の機会でもありますよね。でそんなバカンスに持っていきたい商品がこれ。今回オーメーカーさんからご提供いただきました Bluetooth スピーカー M4 ご紹介していきたいと思います。で実はこれもう開封してしばらく使ってみました。で先に結果を言っちゃうと、これめちゃめちゃいいです。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。とか言ってもここで終わってもいいくらいなんですけど、何がめちゃめちゃ良かったのか、一旦商品箱に戻してますんで改めて開封していきたいと思います。箱の中身はご案内のカードと日本語に対応した説明書、 3.5mm の AUX オーディオケーブル、本体充電用のマイクロ USB ケーブル、ストラップで付属品は以上です。はい、それでは本体いきますよ。せーの。いやでもお約束なんでいきます。せーの、イエーイ。本体外観はこんな感じ。めっちゃ小さいっすよね。もうお分かりかと思うんですけど、これだけ小さいんで、これ 3W のモノラルスピーカーです。本体サイズは 81×81×46mm、 重さは 159g となってます。ちなみに空張りはこのグリーンともう一色オレンジが用意されてます。本体上部に4つのボタン、音量大小ボタンと受話ボタン、そして電源ボタンがあります。本体の裏側を見ると、はい、これ NFC でのペアリングにも対応してます。でここ見えますかね、技適マークもちゃんとついてます。で本体向かって左側に防水キャップがついてます。蓋を開けるとこんな感じ。充電用のマイクロ USB ポート、本体バッテリーは 1500mAh です。空っぽから満充電まで約3時間。連続再生時間はなんと12時間。こんなに小さいのにタフですよね。で、この真ん中が有線接続に使う AUX イン。そして右端はリセットスイッチ。で、今ご覧いただいた通り、これ、防水キャップなんですね。つまりこのオーメーカーさんの M4、防水スピーカーなんです。ただし完全に水没したり本体水洗いには向かないみたいなんで、そのあたりは注意が必要なんですけど、お風呂に持って入ってちょっと水かかったりとか、アウトドアに持ってって雨に降られた程度なら全然大丈夫。このちょっとした防水性能があるだけで安心感はぐっと上がります。はい、それでは電源入れます。電源ボタンオンオフは長押し、カバンの中での誤動作も軽減されます。この LED ランプが赤青交互点滅状態の時、 Bluetooth ペアリングモードなんですけど、今回はせっかくなんで NFC 使ってみたいと思います。 NFC に対応したスマホならここにかざすだけ。はい、を押せばペアリングが完了します。めちゃめちゃ簡単ですよね。ただこれ便利っちゃ便利なんですけど、普通に Bluetooth ペアリングでも大した手間ではないので、 iOS ユーザーの皆さんもご安心ください。音量ボタンは長押しで音量を段階調整、短押しでは曲送りと曲戻しができます。そして受話ボタン、スマホとペアリング状態の時、電話かかってきたらこのボタンで受話できるハンズフリー機能を搭載してます。はい、ざっと説明はこんな感じ。要は見た目通りタフでヘビーデューティー、長時間使える防水のワイヤレススピーカーです。でこの小ささとなると、あんまり音は期待できないと思ってませんか？でもね、こいつ結構やります。はい、どうでしょうか。もちろんステレオではないんで、そこは差し引いても結構いい音出てるんじゃないでしょうか。以前ご紹介したお安い PC スピーカーの比ではないくらいいい音が出てます。はい、どうもこんにちは、カジマックです。 Xperia Z3 使い始めてもうすぐ半年が経ちます。大切に使ってるつもりなんですけど、仕事用で使ってるからか、もう2枚も保護ガラスをダメにします。 YouTube 見るとこんな感じ。音ずれもそんなに感じませんよね。
このオーメーカー M4、アウトドアはもちろん、防水なんでお風呂でも使えるし、水仕事の多いキッチンでの使用ももってこいだと思います。でもね、そういった場所って雑音が多いですよね。そんな中で使用するには、今お聞きいただいた通り、十分満足できる音量音質だと感じました。絶対スピーカーはステレオって方には向かないかもしれません。でもね、このサイズで長時間動作するし、防水で結構いい音も出る。僕みたいに日中車で移動の合間にタブレットで動画見たいなんて方にもぜひともおすすめしたいスピーカーです。今回ご紹介したオーメーカーさんの M4。今日現在、Amazon さんでの価格がなんと3399円となってます。これ3ワットのモノラルスピーカーとしてはちょっとお高いんですけど、防水スピーカーとして考えると十分コスパ高いと思います。はい、ということで今回ご紹介したオーメーカーさんの防水 Bluetooth スピーカー M4、 説明欄にリンク貼っておきますんで、気になった方いらっしゃいましたらぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。